おはようございます。釣り子 TV です。これ、ねえ、いよいよガマカツからホバストに対応したね、針が発売開始されてましたよ。その名もですね、ソアリンロールっていうことで、ねえ、すごい名前ですけど、このパッケージがね、すごい綺麗な青、黒、白っていう感じの、こういう感じのパッケージなんで、すぐね、見つけられるかなって思うんですけども、まあね、ガマカツもついにね、出てきたか。ね、結構いろいろなメーカーから、ホバスト専用の針っていうのね、出てますけども、まあ、針といえばガマカツだろうってところもありますからね、そんなガマカツがホバストに向けてね、針を出したら、なるよっていうのがね、見えるんじゃないかなと思ってね、一つ買ってきてみました。で、見るとですね、各社例えばそのもうワームがずれづらいようにいろいろなギミックが搭載されて、発売されているんですけども、ガマカツのやつはこう自分でちょっといろいろやってみてねっていう感じで、ここの横にね、パーツが付属されていて、これでワームのキーパー棒をね作っていくのかななんていうね、そんな感じの仕様になってますね。で、裏にはどうやってやるよっていうようなのも書いてあるので、早速ね開けて、やってみたいと思いますが、ドライヤーが必要なんですね、仕上げるために。はい、じゃあね、これまず開けて、針はどんな感じかとかね、見ていきたいと思いますけども、こういう感じで入っていて、で、はい、まずはね、肝心のフックなんですけども、まあ癖のない感じのね、こういう形状ですね。で、最近流行りのフッ素加工っていうことではないみたいですね。ガマカツで言うと、ナノスムースコートですかね。それがフッ素加工には採用されるはずなんですが、それは、採用していないよっていう感じで。で、まあ、結構小型ですね。で、針がちょっと内向きに向いてますね。こう、わかるかな？少しだけ。こっち側に内向きに向いている、そんな印象の針でございます。で、熱収縮チューブみたいなのがついていて、ね、はい、こんな感じのね、チューブがついていて、で、裏の説明書きを見ると、針先の方からズイ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 って感じで入れていって、ドライヤーで縮めるんだよっていうことですが、で、その際にこの先端の部分をちょっと斜めに切っておいてくださいねっていうことなので、斜めに切っておきます、ね、はい、こんな感じで斜めに切って、で、斜めに切った方を、はい、じゃあね、装着していきます。斜めに切ってね、こういう作業結構ね、釣り場ではね、面倒になっちゃうんで、家にいる時にやってから行った方がいいかなと思いますけど。はい。はい、つけました。若干めんどくさいです。ちょっとイラッとした今。はい。で、ドライヤーですね。これでホットな状態にして、これを縮めていくと、ちょっとやってみますね。ああ、ぶっ飛ばされそう。熱い、なんか飛んだ。若干めんどくさい、これ。ちょっとね、今ね、見やすいようにね、やろうと思ったんだけど、やけどしちゃいそうなんで、ちょっとペソチでね、挟んで、はい、これでいきます。はい、いきますよ。ちょっとね、ドライヤーだとね、ちょっとね、なかなかあれなんで、今ライター持ってきました、ね、ライターが早いんですよ。
ああもうライターのガスが切れた。はい。はい、縮みました。あのね、ドライヤーだとねちょっとね時間がかかるんでライター使っちゃったんですけども、よい子のみんなはねこれ火使って作業する時とかは絶対お父さんお母さんとかねいる状態でやってくださいということで、はい、というわけでね1個ね作ってみましたけども、こんな感じでね縮まるとずれなく、ワームキーパー部分が完成するよっていうことで、早速ねあとリグの方もね、じゃあどんな感じでホバストのリグ作るのかっていうことで、はい、ルアーね持ってきてみましたけど、先日ねあの違うカラーでねすごい好調だったファクトのですねラストエース 80F っていうことで、これにねちょっと組んでいってみようかなって思いますね。まだ開けていなかったので一つ開けて出していきますけども、はい。で、ラストエースをホバストで使う場合は、あの先日実況動画の方ではねこのヒレ切れなかったんですけども、まあ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 ちょっともったいないんですが、このヒレを切ってつるりんとした状態にして、それでもってこのホバストの針をこう上にね仕込んでいくっていうことで、頭のあたりから入れて、で薄刺し薄刺しで、出して入れていく、ね、はい、こんな感じでね、できるだけまっすぐなるようにちょっとだけずれてるかなって感じですけども、まあ、基本はこんな感じで頭から入れて背中からこう薄刺しで出すっていうね、こういう風になりまして、でこのワームキーパーをつけたんで、ずれづらくなったよっていうところで、でラストエースの場合ここのね口のとこにね重り入れる穴っぽこがあるんで、そこにこういうね小型のネイルシンカーとか、あと針金とか入れてですね、こう入れると、はい、重りも入れて、これで完成ね。これでホバストっていうことで、で、細めのね糸をつけて、あのね使ってみたらね、ほんとね一箇所でこう定点保持してこうギラ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 ねずっとね魚に PR し続けてね、まあ魚もたまらず食っちゃうってね、こういう仕掛けなんですけども、ガマカツからもいよいよねこのホバストに対応した針が登場っていうことで、まあ今ね実際組んでみて釣り場で焦ってね組むとちょっと大変だなっていうのがあるんで、買ってきたらまず家でやった方がいいんじゃないかな。で安全のためにこうドライヤー推奨だよっていう風に書いてあるんだけど、ちょっと時間がかかったんでね、まあ今回はねこのライター使ってね、まあ、ちょっと火事とかには十分注意して、それでこうふわーって温めたら結構ねスピーディーに、組むことができたよっていうのが、ございます。まああとはねもう現場で使ってみてっていう感じですけどね、まあたまたま今回このラストエースでリグったので、ほんとねラストエースはねあのエラストマー素材で後方持ちがいいね。あのホバストで唯一気になってあんまり最初やったんだけどやらなくなっちゃったのが、ここ薄皮差しで組むもんだから結構一匹釣るごとにルアーが壊れたりっていうのがあったんですよね。で、ちょっとコスパ的にとか思ったんですけども、このね丈夫な素材のエバーグリーンのねやつでやり始めたら、これもう何匹釣っても壊れねえし、塗装も結構丈夫だし、
これだろうって感じでね、最近はこんな感じの組み合わせで、ホバスとチャレンジすることが多くなってきました。で、各社からね、いろいろな、針が出ておりますが、待望のね、ガマカツからも、登場っていうことでね、ぜひね、店頭で見かけたら、やっぱり針はガマカツだぜっていう人はね、この、ソアリンロールね、ホバスト専用って書いてありますから、これ買ってみてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、こちら、ガマカツからね、ホバスト専用に新しく出たソアリンロールね、ホバスト専用、これをちょっといじってみたよっていうのと、実際にリグってみてって、こういった、動画でした。はい、釣り子 TV でした。